えー、皆様、えー、2023年1月3日火曜日8時を回りました。明けましておめでとうございます。今年も話か2人でさあ何話す、えー、スタートして参りたいと思います。お相手は柳谷さんの助と林家ボタンでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボタンさん。おめでとうございます、えー。おめでとうございます。ますよろしくお願いします。 えー、ボタンさんはね、今年のお正月はいつもと違うお正月になってるんじゃないですかいや、もう本当にね、びっくりしました。あの、うん、なんでしょう、二十数年も入門して以来というか、もう大学生時代も、こんなにのんびりしたことはないっていうぐらい、うん、何もしませんでしたね。うん。いいね、それは。初めてです。本当にもうやったことといえば元日に、うん、あの、夫の実家に行って、 <で>はいはい。で、それでお母さんと一緒におせち料理を食べて、うん、お雑煮を食べて、うん、そのじ、地元の、まあ、うじ神様にお参りをして、え、うちに帰って、千葉のおマンションに帰ってきた。もうそれぐらいしかあとない。三、うん、日日で何もやってないんですよ。<ー>本当は二日の日に、まあ、その夫の親類に挨拶するっていうか、うん、お母さんの 親族の方ですね。うん、母方の親族の方に、えー、こう、えっ、ー、と、まあ集まると。そこに行くっていう予定だったんですけど、その中のお一人がなんかコロナにかかってしまったので、親族の集まりをこう中止しますっていうことになって、本当にいよいよ、三ヶ日、元日にちょっとお母さんのとこ行っただけで、あと本当に、あとスタバに行ったぐらいですね。スタバでコーヒー飲んだぐらいです。うんうん 正しい日本人の姿みたいな、なんか。いや、でもね、箱根駅伝もつけませんでしたし。あ、本当あテレビはね。そう、テレビをね、一度もつけなかった。ああ、私はね、はい。あの、テレビは、まあ、そうだな。なんだまあ、駅伝は見てなくて、うんで。紅白も見なかったんっですよそうでしょ、そうでしょ。ね、はい。うん、なんか、なんかしてるうち、夜があ、あの、なんていうの歳が、 変わっちゃって、うん。え、またどうせあれじゃないんですかあの、ザンビアじゃなくて何でしたっけあの、あの、あはいはい、サバンナの。そうそう、それはね、もうずっとつけっぱなしだから。ねえ。まあじゃあ何で見、年が明けたかって言ったらそれですよね。いいじゃないですか。その、あとはあの、オーストラリアの、うん、あの、はやぶさと、うん、<laughs> まあいくつかのライブうつけっぱなしになって、ね、そ,うそうそうそう。ねえ。うん、それ、そういえばそうですね。うん、あれ、どっかの駅前を映してませんでした あ、駅前もあるよ。駅前は、最近は、あの、函館です。う函館の駅を見ながら、あの、五稜郭かな五稜郭を見ながら、あの、なんか、あ雪降ってんなとか。それやっぱ結構いい年越し感ありますよ。そう、雪越し来る年っぽいよだから。国内の、やっぱ、国内のが一個ないと、やっぱ時間がね、やっぱ違いますからね。うん。あ、そうそう、それでね。ナミビアだと、ナミビアだとね、ナミビア。で、最近ね、 あのー、はい、もう一つね、アイスランドの空港のライブとああ、いいですね、いいですね。まあ、飛行機好きなんでね。はい,はい、はい、ね。そこいら辺はいいんですけど、うん、あのー、これはね、ちょうど日本とね、6時間時差があるんですよ。はい,は,いはい、はい、はい。6時間マイナスなんだな。うん。うん。それで、あ、6時間ね、12時間か。うん。12時間マイナスなんですよ。うん、うん、半日違う感じですか。そうそうそう。 だからね、うんと、元日になってから寝るじゃないですか、適当に。それで起きてね、それで、いわゆる元日のお昼になって。ああ、はいはいはい。そうするとね、あの、その空港がちょうど新年になるわけですよ。遅れてね。いいですね。そうしたらね、すんごい勢いで花火が上がっててね。ええなんだこれ、いつもと違うと思ったらさ、あ、そうか、ちょうど向こうはお正月になったんだ、みたいなね。うん。それでもうずっといい。 花火がすごい数合わせるないい。なんかそれもいいですね。なんかね。うん。12時間違い結構いいですね。そうだね。なんかみんな、みんな順番にお正月になっていくんだな、みたいなね。ことを、まあ、思ったりして。うん、はい。まあでも、まあね、あの、ボタンさんは今年は初席をお休みだから。そう,そ,うそうなんですよそ。そう、ら、元日からの動きが全然、ほら、まあ今までと違うのことで。うん お休みしますっていうことはね、うん、あの、お歳暮周りの時にね、うん、お伝えしてちょっと、うん、まあ今年はちょっと新年の挨拶、まあ、失礼いたしますっていうことでね。うん、うん。いいじゃないの。顔、本当に静か,か。うん。お腹の子にも、そういう穏やかなお正月はいいですよ。そうですね。まあ、一応もう、もう料理はしてましたけど、でもまあ、うん、あの、おせちとかもそんな作らないで、鬼しめぐらいでしたね、作ったの、うん。あ、で、えー、あとはもう盛り付けて。うん。 いいのよ。ちょっと正月っぽいことをするお雑煮とかさ、飲むないでいいんです、なんか。 もう、片っ端からそういうお正月をしなくても、ね。うんね、なんかあの、ね、それをね、また SNS にアップしたりとかね、うん、なんか豪勢なものをこうアップするっていうのもね、うん、また違います。まあ、そういうのがね、うん、もう好き、そもそも好きじゃないですから、ね。うん、からテレビつけないのもね、だからそういうところもあるんですよね。あのうん、お正月とか年末年始って、なんかやたらに張り切ってるじゃないですか。うんうん、ああ、そうだね。そう、それだけ、ねね、なんかね、疲れちゃうんですよね。うん、そんなに頑張らないで。 俺大体あの、お正月にさ、溜まりに溜まった録画したものを見るんで。はいはい、そもそもリアルタイムのものがほとんど見なくなっちゃう。うん、それこそね、昨日あたりなんかもさ、あのた、うん、取りだめたタモリクラブをただずっと見てる。うんあ。そうするともう今がいつだかわかんなくなっちゃうんですよ。<laughs> もうそれもまたいいかなと。そうそう。あとやっぱりね、あの、ライブカメラとか本当にいいですね。うん。あの、穏やかな穏やかなんですよ。 とにかくごめい,い,いで。でまあ、で、表でかければ正月だしさ、寄せの講座もあったりするんで、そ,うそ,うその、なんていうか、楽さっていうか、うん、もう楽屋行きゃガッチャガチャだからさ。本当です。ね。年通りね。うちにいる時ぐらい静かにしてようっていうのは、やっぱり多少ね、うん、お正月感が出ますよね。だからもうそれをね、やっぱりあの、義理のお母様からね、うん、テレビつけないで何してるのってやっぱ言われて。<laughs> いやー、 あまあそうですね、ちょっと、いや、そう、1月10日に終始論文を提出しなきゃいけないんで、まあその直しをしたり、まあ、ずっと勉強してるの、まあ、ずっと勉強してるわけじゃないですけど、まあ隙間があれば、まあ、よあの体調が良ければ、こう、様子を見てやってるんですけど、って言ったらちょっと理解されないっていうか。うん <laughs> うん、もうね、みんながそう過ごすものだっていう、ね。そう,そうそうそう。そうん。なんかこう、あの、一度読んだ本を、まうん、読み返したりとか、うんま、実際にあと、12月31日にやっとあの、修士論文をあの入稿っていうか、金構図に持っていきました。うん、簡易製本も。うん、もあ、あの、くるみ製本です。くるみ製本ってどんなんだっけくるみ製本はあの、こう、 くるっと。くるむんですよ。ああ、糊でくっつけて、あの、<laughs> 表紙で。はい、そう、くるむんですね。はい。うん、あの、あれですね、ナッツのくるみじゃないですよ。あ、くるみじゃないです。<laughs> そうそうそう。うん、それをね、あの背表紙、を、背表紙を入れるには、50ページ以上ないとできないんで、うんうん、私の修士論文が60ページなので、片面印刷に。うん。うん しまして、で、まう<あ>内拍子もあってっていう感じで、やりましたね。いいね紙、紙も選んで、はい。一つ形になったっていうことです、ね、いや、そうですね。で、なんか、えっ、ー、と、一応3部を提出っていうか、その審査に回すんですけど、うん、で、私はあの5部、あの、お願いしたんですよ。で、たまたま同じ、あの、ゼミの人が、うん、あの、成田、千葉の成田に住んでて、うん、で、それで、あの、千葉中央の金庫図に来るっていうんで、たまたま時間帯が一緒で、うん、えっつって、あれ、近田さん、あの、 5部って、あと2部なんですかって言うから。いや、母に1冊と、1冊は自分の、うん、あの、審査の時にあの、うん、見るようにって,って母がね、ちょっと読みたいって言ってる。おぉ<ー>。ひでこが。うん。それはあれじゃないですか。母も、母もまあ、読んでくれると思うんですけど、ええ、あの、読み終わったその1冊をですね、はい。あの、ひでこさんと、ぼたんさんのサイン入りで、うん 今日、ライブでお聞きいただいてる皆さんの中から抽選で。<laughs> あ、いいですね <laughs> そんなこと。これはいいですよ。れこれはね。かか結構、でもこれで、ね、相当レアですよ。あの、修士論文ってね、結構、あのー、各、あのー、教育機関がね、公開しないんですよ。うん、あの、博士論文は必ず公開しなきゃいけないし、国会図書館とかに収めなきゃいけないんですけど、博士論文は。修士<ー>論文はやっぱまだ多分、その、クオリティが、その、そこまで。 結構は、は、まあ、私はそういうことがないようにかなり頑張ってね、気をつけてるんですけど、うん、あの小説、捏造みたいな。なんかくりとあ<ー>あの嘘みたいな。<ー>結構なんか、まあ、横行まではいかないですけど、<ー> それをやっぱりその公開してしまうと、うん、あの、そう突っ込みとかを受けて、こう、大学の信用とかにも関わるからなのか、うん、修士論文をやっぱ公開しないんですよ、ね。なるほどね。まあもちろんあの、大学側からこれは優秀だって言われたようなものは、あの、うんですか、それだけこうピックアップされて、うん、あの大学の起用論文っていうか、その、うん、別の別のなんかあの、 論文集とかで発表をされたりするんですけど、基本的には修士論文っていうのは、うんあの、ネットとか公表されないんですよ。うん。あ、そのプレゼントねしたからかなり。の,の学生さんなんてさ、はい、ほら、コピペコピペで、あの、うん、普通の、まあ、学部の卒論とかやったりするらしいからね。そうそう,そうそうそう。うん でもまあ、その先生がそのコピペチェッカーみたいなのがあって、あ<ー>元のなんか URL のとこまで飛べるみたいな。うん、向こうがその木ならこっち。そうそうそうなんです。 コピペチェッカーいいですよね。コチェッカー。あ、10分なんでしょ。お乾杯しましょうか。はいはいはい。あいさん、あの、いいですね。やっぱまあ、お正月といえばね、日本酒ですよ、これ。これはね、実は焼酎なんです。あ、そう、青って焼酎でしたっけああ、そうでしたね。もうほとんど入ってないんだあらあら、ちょっとほら、そう、なんかね、だから結局お正月ってね、なんかこう、前年の赤落としじゃなくて、本当は新しい気持ちでさ、新しい酒を開けるなんてのも大事なんだけど、 なんかこう残り物があるから飲んじゃおうみたいなねそういうだからあのほら取りためた番組があるから飲んじゃおうとかね。 なるほど。いや、私はね、冷蔵庫をね、やっぱ、大晦日まで一掃しましたね。うんうん、ああ、そっか。結構頑張りました。冷蔵庫と冷凍庫きれいにしました。ああ、俺は年明けてもなんとなくそれが続いてんだよ。ああ、そうですね。うん、あ、今日私のね、飲み物はですね、ソフトドリンクなんですけど、うん、これね、ちょっと最近気に入ってやってる、あの、ノンアルコールカクテルだと思うんですけど、ツ屋サイダーと、お<う>ドールの普通の、 まあ、フルーツジュースですね。うあの、アップルですね。蜜屋サイダーと、このアップルを。リンゴジュース。そう、割ったものですね。え、自分で割ってんのそれ。そうで、これ、まあ、1対1ぐらいですかね。いいじゃない。自分で作るなんざはいいじゃん。そうなんですよ。はい。うまそうだね。まあ、でも蜜屋サイダー、ジュース、多分何と割っても相性がいい。そう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 、そうなんですよ。ちょっとそれをいただきたいと思いますんで、皆さんもね、お飲み物の方は、結構みんないいものね。うん。 もうすでにね、いろいろ書いてくださいね。ありがとうございます。はい。あ、こからね、あとメッセージの方もね、あ、書てましおめでとうございます。はい。翼ちゃんと、はい。そうですね。おんとね、いただきます。はい。じゃあ、ちょっと行っていきましょうかね。皆様おめでとうございますっていうことでね、まあ、おめでとうが言えない人もいるんだ。そうですね。世間にはね。まあ、でもまあ、今日はそういうことで乾杯をいたしましょう、正月の。はい。皆さんも今年、 いい年になりますようにという願いを込めまして、はい、乾杯しましょう。はい。はい。はい。えーね。うん。いいね、合いますね。水割りだけどね。ままちょうどいいな、水割りぐらいが。水割りもいいですね、うん。ちょっと皆さんのじゃあ書いてくれてるものをね、読みましょうね。いただいまあ、その、この、そう。 あの、クラブハウスの方のチャットにもくださったとか、そっちを見なきゃいけないんですね。そっちも今ね、三さん。ええ、翼ちゃんと、さん。ありがとうございます。それから、えっと、三森さんが、え分の1はたくさんは飲まないけれども、ちびちびと長時間ちゃんぽんしているので、わや。ってこれ、福岡でもわやっていうの、わやって北海道弁じゃないのかなええ。なんか、なんかごちゃごちゃになってるみたい。 ね、ほうほうほう。なんかそういう意味だよね、確かね。<う>お、本日の締めに、えー、アルコール3.5%の優しめな、あ、台湾ライチビールね。うん<え>。ああ、お供は風ガ巻き。これ風ガ巻き美味しいですよね。これ福岡ですよね、ね確か。あれ風雅巻きは福岡なんだ。ね。そう、確かなんかね、お土産でね、いただいて、これすごいうちの母が、あの、うん、わざわざね、あの、 お取り寄せしてました。豆をりで巻いてるんですよね。うん、ね豆が好きですよね。うん。なんか、そろばんの玉みたいないい、ね。そう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 。オレンジいう、ね、ですよね。止まらない系ですね。そう。パリ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 ん。豆はね、うん、止まんないね。えー、それから鈴木拓里さん。はい。 新年明けましておめでとうございます。ますえー、お正月料理、いい加減に食べつけましたいい。いい具合にねあ。あ、いい加減じゃいい具合にか。食べつ、<笑><笑>いい加減に食べちゃう。あります、わかります。今夜は、ありものを投入した鍋で、体の内側から温まっております。いいね、そう、これね、あの、いや、私も3日間かけて、ちゃんとあの、おせち料理を、うん、あの、いい感じに食べ終わりました。これ、ね、あ,<ー>あの、うん、難しいんですよね、おせち料理ね。うん、うん、僕ね、うもう、もうちょっと続きますね。 あ、そうですね。今夜も食べましたし、お雑煮も今は食べたとこだし、そう,そう,そう,そうまあしばらくやんなるまでおせちって感じが。やっぱり5日ぐらいまでおせちになっちゃうな、俺のとこ。そう、ね、だからやっぱりちょっと食べきんないんでね、1日2日だと、ね、そうそうそう。だから、ね、あの、ちょっとね、今年少なめにしたんですよ。うんうん。ちまっちまって乗せる感じ。あとでもね、エビがね、今年はね、あの、えっ、ー、と、今年とか、まあ去年の末に、うん、あの、お歳暮で、 生き、かつえびですか生きてるえび生きてるえびがですね、届きましてですね、うん、宮崎県からいましてね。いいじゃそれを、はい、あもうだから、有頭えびですね、頭があるえびをちょっと今年は、で、うん、あの、うんお、食卓に出すことができました。うん、あの、なんかおせちをね、うん、こうお重ごと買う方っているじゃないですか。例えば、まあ、デパートもそうだし、最近だとほら、 自分の行きつけのお店がおせちをやっててね。うん、で、クれに全部やるって、いいすね、今すごい多いよね、そういうとこね。美味しい。だから、うん、何洋食屋さんがおせちを作ってくれたとかさ。ね、うん、フレンチがおせちを作ったりとか、かそういうのあるじゃないですか。いいですね。でもあれってさ、あの、補充が効かないでしょ、うん、重箱のそのさ、なんか一マス麺のところを全部食べちゃったらもう空っぽになるしかないじゃない。だけど、おせちってさ、 あの、自分家でこう、ある程度こう支度するとさ、あの、補充ができるじゃん。例えば、かまぼこなんかがさ、こういっぱい買ってきて、最初は詰めるんだけど、を食べて少し半分ぐらい減ると、またそれを元通りにするみたいなさ。そういう感じで、こう食べてくんだと思うんだよね。うん。で、それがね、やっぱりうちは結構で、ね、かまぼこもあるしさ、黒豆も瓶で買っちゃったからさ、当分なくならない。 そうやって補充補充やっそう、エンドレス。エンドレスなんだよ。あ、ごめんなさい。風雅町木は熊本でした。そうだ。熊本でした。すみません。熊本なんだ。熊本だ。そうそう。熊本、さ。福福岡に住んでる熊本出身の人からもらったんだ。あ、そうなのそう、福岡に住んでる熊本出身の。うん。そう、それで福岡だと。いいね。そういう正確な情報が集まってくるなんて。いや、ありがたいですね。うん。あ、道民から移ったそうです。あ、道民から移った和やはね。なるほど。うん。 はい、あ、ゆうゆうさんから。かしいとかね、なんかわかんない。ゆうゆうさん、上野広小路から、上野動物園のパンダを見てみようかと、入り口に来たら待ち時間110分。あ<ー>あー、2時間近いね。やっ,りやっぱ皆さんね、なんかこうね、どこに出かけたらいいかっていうなるとね、と動物園は元日からやってるからね。ただになるのいつでしたっけお正月はただじゃないんじゃないあ、まあ あの、動物園ただになるのは、なんかそれほら、東京ならなんかこ、こういうってて全部違うわけでしょはいはい、はい、でも珍しくさ、やっぱり元日からやってる予選もそうだけど、動物園も元日からやってますよね。うん、だから、まあ、つまり混む時期だってことですよね。うん。混む時には私はあんまり動物園には行きたくないんでね、あのゆっくり見らんないから。とか言いながら、ちょっと近々行こうと思ってるんですけど、うん、いいね。 えっと、浅草も結構人が出てますよ、今。え、ね、うん。えー、それから、まわ様がですね、ジョニクロハイボールにスナックがして、も、すっかお正月感がなくなっている感じで飲んでますな。うん。何だろう、この、ポ、えー、テトチップンあチェジャ、チェダーチーズ味って書いてある、うん、山崎ビスケットって書いてある。なんか、なん,なんていうの、うん、ガンダムみたいなのが書いてあるからわかんないんだけどさ。え、うんうん、さ、もう、思い思いだね。 みんな自由なね。えー、でもなんかそう、本当ですね。ちょっと美味しそう。うん、<laughs> 山木さん、明けましておめでとうございます。すね、ありがとうございます。三森さんがね、私も取りためた、えー、落語の録画をかなり見て、必死にハードディスクのよ、ハードディスクね。ーハードディスクの整理しないと、本当に録画できるいうなっちゃうんだよな。そうそうそう は、これか、器陽券のおせちを、三森さんのところはね、取ってらっしゃる。おー、器用券じゃあ中華。うん、うん、シューマイ入ってないね。うん、入ってる、うん、これ食べ終っちあ、しうん、シューマイはないよね。器陽券。器陽券って言うとシューマイってイメージだけど、これは中華っぽいのかなこれ左上このカラフルなの、これな、デザート左上。こごりみたいな感じ。ああ、なんかね、いろんなことが入ってたかな。うん。 あ、なんだろう。<laughs> いいね。<laughs> 人んちのおせち見て、これは何だろうねって言ってるそうです、そうです。アワビも入ってんじゃないですかこれたすごいよ、これ。すごいです、ね。なんかネギが乗っかってて、ホタテもあって。すごいです。ね。なんか角煮みたいなのもん。これあれかな、左上、ね、右側の左上はこれあれじゃないの。くるみを、こう、飴で、飴炊きしたやつじゃないかな。わ<ー>かんないけど。シューマイは別なんですって。シューマイ別。 二、うん、箱。これ、これと別。これと別はすごいですね。すえ、これ、え、これ一万五千円とか二万円とかですかね。するんだろうね。うん。うん。これな、右下はエビチリかな <laughs> この<み>え、これイクラじゃないですか、右下。イクラなのこれ。えイクラこれトコだと のあ、いくらか。え、ちょっと待って、なんか。ああ、でも、エビチーっぽい感じ。つつないのねな。ないない、ちょっと拡大しました。すいません。なんか、エビチーの、どのあの、一ち <laughs> のおせち、拡大しない。い俺、俺ほら、あなたのさ、実家の台所の写真とか、こういうふうに見るわけよ。ああ。<laughs> いいね。これで飲めるね、これ。これ楽しいですね。これいいですね。焼きたけのこれ。これなんかいいですね。皆さん、ちょっとおせちの写真あったら見せてほしいな。本当 <laughs> ですね。<laughs> ね えいいです、ね。のゆうゆうさん、弁末のおせちだって。お、えマジか。あれそうな、写真はないんですよ。え、って。写真ないの写真。写真ないんですか弁末のおせ<ー>ち。あって。いいね。そこ、ね、やっぱ茶色いですかね、全体的に。まあ茶色いだろうね。でもうまいんですよ、あれは。うん,うんうん。ノあれ。 ねえ、へえ、うちはだから、結局、どこどこのっていうんじゃなく、いろんなとこからかき集めたものを詰めるっていう感じだから。ねあれだけど、でも、俺、ほらは魚卵がないとダメだからさ。あ、はいはいはい。基本的に魚卵多めのおせちなんだよね。うん。なんていうか、こう、まあ、いくらは当たり前じゃない。で、いくらはね、 あの、いただきもんがあったんで、今、いくらだって買えないもんね、高くて、ね。はええー、と、ちょっと私も写真をアップ。うん、あ、これで、これでいいかな。ちょっとこれ、あ、ちょっとあ、あの、ハッシュタグはちょっとつけてないですけど、私のうちは、鬼しめをちょっと忘れ、写真に入ってないんですけど、うん、今送りました。鬼しめの写真いや、鬼しめの写真が入ってないです。<き>えっと、これがあのせ、前回23日にお話しした、うん、あの、あれですよ、幅、幅のり。 幅ああ、あの、あの、雑草の。そうです。あの、なんか、えっ、ー、と、うん、まあ、青のりと、その、幅のりかつお節が入った、お雑煮です。うん。で、あと、えっ、ー、と、このかずの子、かまぼこ、エビ。このエビはもらいもので、だて巻き、きんとん、ンン生ますですね。うん、いいね。このね、あの、あれを全然何も作ってません。あの、私はエビを茹でただけですね。<laughs> エビを茹でたはい。 俺はもう全部、<ー>あの、気分さんがやってる、切れてるかまぼこ、はい、切れてる、はいはい、だて巻きとかの、本当にね、うん、あの、各家族用の、はいはい、あの、ちんまりしたセットがあって、もう、十分でしたね。うん、もうた、すごい助かりました。いや、気分でいいんだって。俺もだから、多分買ったものの中に、気分は相当入ってる。うんうん そうなんですよ。<laughs> もう気分がないとおせちは成立しないでしょ。そう、今回はまず本当にあの、まあなんかね、作りたい気持ちはあったんですけどね、<laughs> うん、なかなかこう、ちょっと、ね、できません。ああ<ー>と、あとこう、このお皿がね、いつもね、こう気に入ってるんですよ。この手前に映ってる。このお皿ね、すごい、あの、こう曲線も綺麗で、うん、すっごい使いやすいの。これはあの、花平さんの結婚式の引き出物です。 ああ。新口の引き出物じゃなくて、結婚式の方が引き出物ですね。結婚式のね。はい。ええー。すごい。重宝に使ってんのそう、あの、なんかおめでたい感じがして、で、すごい素敵だから、うん、あの,、うんあの、結婚式の日、ちょっと仕事があって行けなかったんで、お祝いだけあたしたら、あの、引き出物を下すったんですよ。いやいや、行ってないのにね、ごめんね、つってこのお皿すごい素敵ね、花ちゃんどうしたのって言ったら、うん、<laughs> 根岸のほかみさんが選びました、って。 プライベートの結婚式まで引き出、ほんのに、あの、アドバイスが入るのかと。ちょっとびっくりした出来事です。ちょっとびっくりしました。結婚式の方もあるのかと思って。おー、俺今。好ね、わかりますけど。俺も今おせちあげようと思ったら、自分のアカウントの方にあげちゃったちょっと待って。わかります。よくあることですね。アカウント違いですね。うっかりしてた。はい。削除し、そんなね、こっちと、こっちと全然違う。自分との、ね、 あの、運用が違うからね。そうそう。でね。はいはいはい。俺ね、そう、あの、動画を撮ったんです、軽くね。はいはい、はい。短い動画を。うん、で、それさ、元の動画を消しちゃったもんだから、うん、YouTube に上げた URL を貼る。はい。うん、あ、ゆうゆうさんのこれか、これね、ちょっとあの、まあ、あの広告の方ですね。これと、弁末のおせち、いろいろありますよ。えお前、ちょっと待って。2段、3段、3段だと5万円ぐらいってことで、4万9,000と なんかっ URL が来たのいや、写真が、あ、自分で調べたのあ、来たの。うわぁ、うや、ゆうさん貼ってくれました。あ、これだ。これか、仮も。あ、すごい。え、え、高くないっすかあ、おせち一段なら買って買えないともないけど。なんかあれだね。一段は弁末っぽい、いわゆる茶色いね。そうそう、茶色いですね。茶色いっすね。 ほうでなくちゃいけませんよ。弁末は茶色くなくちゃいけません。これ、あれでしょ。いわゆる普段のさ、普段の弁末の弁当に入ってるものがベースだとか。そうそうそう。メカジキの照り焼きとか。この辺とか、まあ、メカジキの照り焼きは、ほんとは弁末ですか。もう、ああ、本当だ。二切れ。いいですね。黒豆100グラムっていいですね。間違いないいいね。でもこの折りの方がなんか、うきうき。そうそう、弁末感ありますね。いや、でもすごい。105で4万9千0 0の。 すげーよねえねええいつもの、い,ね、いつものあのなんだっけ、豆の煮たのの代わりに栗きんと入ってんだ。えーえー、ああ、はいはい、あのね、ベタってあの、なんつうか、あの、なすりつけてやるやつ、ね。そうそう、なすりつけ、はじく <laughs> なつりつけて。なすりつけてやるって言って怒られるんですけど、ね。<laughs> いやいや、なすりつけおかわりなんじゃないおっかりなすりつける以外になんつったらいい。で、メーカジーキあって、あとほら、これよ、高級なやつ、タコ、タコタコ,タコそうそうそう、タコ1個800 1> コの800円。 うん、五代目の子さんが大好きだったよ。そうそうそう。なんか、私たちの、私たちがシムチになるときにタコ入れないとなんか、頼むから入れてくれって。そう、ケチってると思われるからタコ入れてくれって。特注にしないとタコ入んないそうそうそう。んかあの、自分たちから言わないとね。うん。すごい。ちょっと、うちのセせちちょっと見てくださいよ。動画なんだけど。あ、でも動画を撮あれか再生すると。音声は一応ね、あの、今切ってあるんでないかいや、音、音ついてないから。あれこの動画は再生できませんなっちゃった。ごめんなさい。 多分、あ、本当あれ、本当だ。俺も再生できなくなってる。<laughs> ちょっと待って。おやおや。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。俺なんか間違ったんだな、きっとな。うん、ちょっと待って。なんか、あれですか、えー、っと、違う動画貼っちゃったんじゃないいやー。うーんちょっと、いちゃんね、ちょっと待ってね。ちょっと待って。いや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 。いや、いいですね。皆さん、やっぱこうね、あの、お雑煮もなんか地域によって違うって話しましたけど、うん、他人のうちのおせちいいですね。 そうだね。やっぱりなんかそういうの見て、いろいろペアペア喋るの楽しい、ね、いや、楽しいです。やっぱ食卓っていうか、なんかそういう生活が出るのがいいんでしょみんなで水っこする。うん、それで、ほら、ツイッターとかだと、せいぜいいいねとかさ、そんな感じそうじゃなくて、本当に、あの、なんていうのかな。評論評論って言ったら嫌だけど、みんなでちゃちゃおいておー,おー、みたいだね。新しくあったんだけど、これで再生できるとそうおっとね。うん。ちょ きあ、お来ました、来ました。あ、もう大丈夫ですね。はい。うん。おー。おー、おそう。え、これはあの、知り合いのお店のやつって言ったんですかいやいや、これは自分ちの自分ち。おー。いろいろ詰め合わせてね。おー、あ、レやっぱ花形にすると可愛い,いですね。いいっすね。蓮根好きなんですよ。はいは、いはい。ああ、ところこのね、数の子とコブのやつですね。うん。 <や>一 1> 1箇所ね、今年はね、一、はいえー、つね、あの、カニカマが入ってるっていうね。うんうん、なんかあれ、リアルな、あの、毛ガニ、毛ガニの味がするカニカマってのがあってね。それね、でもスペシャル言ってました。なんかね毛、毛ガニの中で殻にカニカマをぐいぐい詰めて出したら、うん、もうこのカニうめえうめえってみんな言ったっつってました。<笑><笑>いいんだよ、その名前も。この黒豆の上に乗ってるのは何ですか、これ。はい、あれじゃん、チョロギじゃん、チョロギ。チョロギチョロ,ロギ知らない 知らないです。あれチョロギってさ、こういうもんなんだよ。まあ、これは梅酢梅津漬けみたいになってて赤いんだけど。えー、ほら、あれじゃあ、あの、メカウマって話。はい、出てきます。に出てきます。てこういうチョロギで。はい、これこれ。ですね。これこれ。おー、なんか。うん。 これしか用途がないってやつ。そうですよね。<laughs> そう。これでこの車の上に乗っけるしか、うん、他に使い道のない長老ロを。絹さやもやりたいですね。やっぱ絹さやにいるとかる、昆布巻きっていうのは、この、もう、この何ですか、うん、こかんぴょうみたいなので、結んである、あの、ものを買ってきて煮るんですかいや、これはもう全部買ってきたもんで、ね、<ー>うちで煮るっていうことは、私はちょっとあれなんで。うん,うん。で、そう。なんかしたいな。うん。 で、あの、あ、これニガマなんですね。エビじゃなくて。うん、カニガマな。それでね、キヌサヤ乗っけんのは彩りなんだけど、はい。あの、スーパー行ってさ、絹さやヤさ、アクレに買いに行ったらさ、あの、10枚ぐらいでさ、はい。入ったちっちゃいパックでさ、はい。600円とかすんですよ。うわそでも、絹さや好きだから買っちゃってさ、はい。それで、ここに乗っかってんのはもうほぼ3枚ぐらいしか使ってないじゃん。実際。 あと。えー、私思うんですけど、やっぱりあ、おせちのしばらく前に買って冷凍しとくのが基地なんですかね。いや、だからどうしても暮れになると、正月値段になっちゃうから。<う>だから多分まあ、売ってるやつはみんなそうじゃない,はい,は,いはい。先に作って冷凍するっていうのが基本でしょうね。うんまあ、すごくほら、いいお店だとそういうことしたがらないからギリギリに作るんだろうけど。うん,うん。 だってほら、買い、なんていうの、冷凍で、冷凍したまんま常温で送られてくるのあるんだよね、うんうん。はいはいはい。じゃあ、運搬中に解凍されるってで三十31日の夕方に着くううん。ね。あ、チョロギ食べたことないないです。あ、そう、チョロギってね、食べると早い話がね、種なしのね、小梅、小梅あるじゃん、ちっちゃいゴリゴリ。あ、はあの弁当の真ん中に付いてるやつ。あの味だよ。<laughs> うん、梅じゃないんだろうけど、梅みたいな味がする あの,あの赤い梅のねなるほど、うん、あそうかやっぱ浜松はちょっとそういうのも違ったりするんだねいや何でしょうねまあ多分母の <coughs>、まあ、好みもあるでしょうしねういやちょっと他にも皆さんもしね一つ一つ来てるよねえっ、ー、とちょっと待って<お>どんなの誰だあっしタン分3最新でおおすごいねすごいすごいこれは誰だ 誰さんうわぁ。えぇ、マジか。そう、マジか。はい、どうぞ。わマジかさん。あ、温泉に来てます。わお。これはですね、おせちを作るプレッシャーとストレスから。ああ。そうですね。これホテルの、はい、おせち。これも完璧いいですよ、おれ。人様が並べてくれるおせちだ。いや、でも、えっと、吹きがあって、うん。で、あとクリきントンに。うん。ね。全部適量なのにね。そうそうそう。食べ切りサイズ。 生す、なんかこう、もずくみたいなのに。うん、これ右上の何こう、エビっぽいか。エビか、なんか、サーモン。が、ユズが食ってます、うん。うん。なんか、珍味系だよね、みんなで、そうでこれ、おせちっていうか、まあ、うん、おつまみ系、うん。飲める感じだよ。で、真ん中にタコ上がっちゃってっから。 もう,そう,そう、おめでたい。おめでたい。これでもいいですね。こう、家で何もね、作る必要ないですよ。<laughs> うん、うん。こういうのもいいねこれはもう食べきりサイズ。もうほんと、これだって確かにわかるけプレッシャーはすごい感じますね。うん。あ、肉ってのはね、<あ>食べるのが一番だから、作るのは大変なだけだからね。 よかった。説明がありました。よかったです。あの、崎陽軒かな崎陽軒の説明ありました。わかった。え、ピーカンナッツの飴化け。ああ、美味しそう。あやっぱりナッツだった。うん。豚の角煮、エビと野菜。エビと野菜のお酢漬けうん。大根かスら巻きうーん。椎茸中華に。まあ、あの、アナマスの代わりだね。うーん。ホタテのオイスターソース。焼きたけのこ。え豚肉、柚子胡椒。ああ、いいです。やっぱエビチリでしたね。エビチリでした。 素晴らしいね。素晴らしい、ね。エビチリがほら、まっすぐこう、あの、なでつけてあるけど、エビチリ見えない,ってい。そう,そうそうそう。あれだけどさそうそうそう。いやいやいや、いいですね。人の、うん、あ、まだの人のおせち見て、<わ>我がおせちを直せってやつだ。カニの彩りムース寄せ、チャーシュー、<laughs> クリームチーズ、キントン。クリームチーズとキントンね。うん、関東風、えー、鶏テリヤき、えー、塩茹でエビ、えー、山椒風味、 えー、カモロース、小餅昆布、牛肉、黒胡椒風味、水あさイ、ザーサイね、わかりましたけ、ね、ど。うん、すごい。すごい、ね、ちょっとなんかいいですね。これの,のこう、清菌のおせち。やっぱおせちとなるとさ、うん、なんかみんなこう、まあ、中華だろうが何だろうがちょっと寄せてくるからさ、あ、これはじゃあ、ナマスの代わりかなとかさ。 なるほど。あるよね。うん、そういうことで入ってるのか。あのー、洋風のオードブルも、なんかその、煮、うん、こごり的だね、うん。うん。そうそうそう。ちょっとそういう感じよね。<laughs> はいはいはい。うん エビはね、エビ最近もうおめでたいってこともあるし、彩りもいいからみんな入るけどさ、あの、早く食べないと本当は、あの、危ないからね。そう,そうそう。エビは最初に食べないとさ。そうそうそう。まあなんでね、もう,うちはまあまあ今年はもうきれいに、あの、早めに食べ終わっちゃったんで、うん、まあよかったなと思ってるんですけど。うん、僕ももう今、今もう、うん、あの、残ってるのは、もうダメになりづらい甘いやつとか、うん それから、あの、ナマスとか、はい、そういうものが残ってて、ちょっと、やっぱり足が速そうなものが食べてっちゃう。あ、確かに、確かに、確かに。うん。だいぶ落ち着いてはきましたけどね。うん。いやー。うん ミニモスラの幼虫って感じ、ね。<laughs> ほんと、そうそう、ミニモスラ、はい、そうそう、なんかちょっとグロッキーな感じもしますね。うねそうだよね。なだこれさ、誰、てか、元はどういう形っていうかさ、何、木にどういう感じでなってるのかとかさ、<laughs> <お>すごい気になるんだけど、はい、見たことないんだよね、はい。これちょっと、はい、えっ、ー、と、チョ、ちょウロギですかチョウロギとかチョロギとか、とかうん、なんか微妙に言い方。またチョロギ、チョロギ、チョろロギとも。 ええ、うん、ウィキペディアですよ、これ。えっ、ー、と、シソ科の多年草。あ、こういうね、はいはい。なんか、あの、かわいいですよ。なんかでも、なんかフレン、なんか、なんか南フランスにも生えてそうな感じです。<laughs> 何それあの、オリーブみたいな。食用とされる。うん。うん。球根のように見える。あ、これんて読むんだろう。海景部。うん。い中国が原産。日本には江戸時代に伝わりました。ちょろぎの漢字表記は多数ある。その形が、 イサウオの腹を思わせることから、草に石に、あの、カイコと書かれたり、ええ、あれですね、一丁二丁。豆腐の一丁二丁に、口が二つの、おう、チョロで、あの、木ですね。うっと。で、書く。あ祝い事の際食べる場合、縁起を担いで、あ、長、オイ木、チョロね、など、書かれることもあると。 何でしょう、ね、高さ60センチほどに育ち、5月から6月頃ピンク色の花を咲かせる。うん、日本では東北地方を中心に栽培されているが、京都など西の各地でも栽培されている。縁起物のほか、何でしょうあ、ん、何てうんでしょう,なん,うなんとか植物としても利用される。荒地を救うために使う。何でしょう、ね、休耕植物ってう,うん、休耕植物。 まだこれ、ちょっと知らないとから、ね、つまり、あれですよ、飢饉になった時に、これで上をしな。はいはい、みたいな。うん。ど<ー>こ,こでもできるからっていう、ね。赤く染められたチョロギと黒豆。うん、元の色は白い。うん、へえ<ー>。だから、その、おめずみたいで染める、その。そういうことが、チョロギ、チョロギは聞いたことあるけど、まさかこういう形状で、こういう風に使って、こうやって食べるんだっていうのが全く。うん。うん 正月のおせち料理によく用いられる。おせち料理がそのまま単品として用いられるほか、黒豆を煮たものに添えて、えー、な、うん、のしょう、添えられることもある。そうかって今思ったけどさ、英語だとチャイニーズアーティチョークって書くんだね。<い>アーティチョークアーティチョーク全然違うじゃんね。でも違いますよね <laughs> ゃ。チャイニーズアーティチョークっていう、うん、英語だって。えー。いやー、まだまだ。 わたチョロギについては、ラブズイヤーをご覧ください。<laughs> もうわからないことだらけだ <laughs>。チョロギは本当におせちでしかいないからな。うんうん、あまあ、他の和食にもつくことはあるんだろうけどね。うん、ちょ、ちょっとその辺ね、なんかに日本食に詳しい方、ちょっと教えて、うんね、いただけたらいいですね。ねええー、マジコさんの,あの塩辛いものを食べて酒を飲ませようという旅館側の戦略だって書いてある。<laughs> 確かにそうだ。これは、これはこれで決まりだから、おかわりってわけでもないから、とにかく、あの、酒をね、これで飲ませようって。そうですよ。それでね、元を取らないと、元を取らないとって、かホテルの方もね。そうだ、ホテルお金使わせないと。うん。え、三森さんがね、私は三日分のお雑煮、鍋いっぱいのおにしめ、三夜分の鍋の 準備をして、三が日は包丁を使います。ああ、いや、ほんとね、なんかそういうふうにね、言ってま三が、ね、日はね、うん、お母さんは、いや、うん、台所立っちゃいけない。ああ、そう、そういうのありますよね。なんか、ほら、掃除もしちゃいけないとかさ。うん。なんか、あるんでしょな、ねうんか、そういう。うん、なん崎陽軒のお節の賞味期限は、元日のみ、4人の飲んべ出でできるよう。あ、まあ、4人で食べればいけるっていう感じなんですかね。わ、だから持たない。まあだからさ、<laughs> あの、結局、日本の純、純おせちっていうか、これはさ、うん、あの、保存食なわけだよね。うん、もう何日かそれで、その包丁、台所に立たなくてもいいように、その、作るわけじゃん。うん、で、最近はさ、美味しいものが食べたいってとっさ。確かに,確かに、うん、うん。だから、結局、ちょっと、なんてい、ね、う気もし気もしない美味しいやつね、入れてくるんだよね。なるほど。まあもうコンビニも空いてますしね。 なかなか難しいですけど。で、ね、<laughs> もなんか本当にあの、えっと、元日から普通にスターバックス空いてるんで、あの、散歩して、うん、それを、あの、コーヒーとー、あと、うん、いつもどおりのシュガードーナッツを食べて、うん。それもまたいい。だからおせちもいいけど、カレーもね、みたいなこともあるからさ。静かに、静かな正月を過ごしました。うん。 いいね、食い物食い物の話は楽しいねやっぱりねそうですねやっぱりあのつきませんね皆さんのほらねそれぞれの過ごし方そうみんなのねその食い物見せられるとねやっぱそいいよやっぱ飲みたいなと思ってあういい,、ね、あいやそうそう本当ねあのお正月飲まなくても大丈夫なもんだなと思いましたね、うん、私も。 あもうね、あのボたんさんはもうお酒を飲まない暮らしが続いてるんですけど、意外と大丈夫だなって、でもね、どんどんね、あのあのスパークリングワインとシャンパンがどんどん溜まってきますね。うん、あら、ちょっと。これあの、一応避けといて、解禁、うん、した際にはね、暴れ飲みしようかと。そうだね。シャンパンファイトとかしたらいいんじゃないかな。<laughs> あのもう子供生まれたらさ、<laughs> はいはい、はい あそての病院の天井をッドペドしてやる。あ、個室ね、個室をね。はい、そう。出禁になりますよ。もういいじゃん、呼んじゃったの。いやいや。あ、そうか、その後も世話になそうですよ、世話になりますそうだよな。産んだらおしまい行ったわけじゃねえからね。そうそうそう。でも本当に、あの、それぐらいお祝いでね、お祝いで、あの、その妊娠してるっていうことで、あの、まだお知らせしてない人から、やっぱね、お酒が相当届いてですね。うん。それが今、保存されてます。そうっすか。はい。その辺。 私はね、昨日ね、はい、我が家でね、そのちょっとお正月をやりまして、軽くやりましてあの、昼間のうちは古いお友達とか来て、ねうんで、楽しくやってで、夕方ぐらいになると、うんうん、あぼちぼちあの芸人さんがやってくるんで、すこういう時もあですから、ね、そんなにいっぱい声かけなくてさ、と、うんうん、いうかもうみんないい年になってきましたからね、それぞれの 暮らしがありますから、まあ、近しいところで、あの、何人か声かけて、まあ、小八さんとか、それから、あのー、まあ、近場の人よね。あのー、目黒区代表で、あのー、うん、小伝次さんとか、それから、小千さんが、まあね、うちの,あのゲストなんで、いつも、うんうん。レギュラー、うん、レギュラー。あのー、小千さんに酒を飲ませる会、会長だから、私は。うんうん、あ小千さんとかね、えーうん、そういったメンバーで、ちょっと楽しく。 そうですね。結構、他のね、方の新年会のね、模様が、あの、フェイスブックとかでもね、流れています。僕は全然あげなくて、小声さんがあの、お酒のことだけあげてくれたんだけど、なんかね、ちょっと、それもまだちょっと、なんか、盛り合ってますみたいなのも、ちょっと言いづらい。うん、そうですね。ちょっと。まだまだそういう、まだまだそういう時期ではあります。 ねえ、飲んで、それ、写真上げて、喜ぶなもうちょっと後にしようかなと思ってんだけどさ。でもまあ、うん、少しそういうこともあって、えー、だいたい昼の1時くらいから夜の11時半ぐらいまで飲みましたかね。えー、でもちょっと、まあ、ゆっくりだったんで、そんなに、あのー、体調が悪いとかそういうこともなくですね。えー、正月らしいなっていう、そういうことです。うん。なんか、やっぱり、 なんていうのかな。まあ、今年はほら、あの、ボタンさんも寄選には出てないからあれだけど、やっぱり仲間と会うってのもすごい正月っぽいね。ほんとです、ね。うん。なんかこう、おめでとうめでとうとかさ、あと前座があの、あのお年玉も,もらいに群がってくるて、はい。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。おずおずとおめでとうございます。<laughs> なんか普段はお前誰だよみたいな感じでこっちを見てる人たちがね。誰師匠だよみたいな。お前誰師匠だよ。う,うん。 やってきてね。そうそう、おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。くといとう,、ねはい、う,う。ねでう。でいいですよ。そうやって人同士がさ、こう、なんかこう、勝ち合うっていうのも、すごくいいなと思って、この、まだ、開けて3日しか経ってませんけど、まあ、そんな感じで、こういうもんだったんだよな、とかって、改めて思ってますけどね。うんね いやー、でも、なんでしょうね。あの、明日からね、あの、夫は、あの、仕事始めですから、普通に朝早く起きてお弁当とかまた作り始める。ああ、そうか、そうか、そうか。いや普通の人はそうだよなと思って。全然、あの、10日ぐらいまでなんか、晴れ着着て行かなきゃとかあるじゃないですか。まあ、私、二の席はあんま出てないんで、だいたい10日までぐらいですけど、あ、でも二の席は池袋でしたことあそうするとまだね、でもお正月感ありますけど、一般の人はもう明日から普通の、 今年は特に曜日が悪いからね。そうそう,そうそう。大晦日土曜日、元日日曜日、で、昨日がようやく振り替休日っ,つってね。で、休みはありね。本当に今回は三が日って人は多いかもね。うん、ねただ、その代わりあれですね。あの、成人式があって、また次が月曜日休みなんですね、うん。あ、そっかそっか。うん。うん ねえ、休んでいきましょうよ、皆さんね、<laughs> なかなか大変だと思いますけど、ね、そうそうえう,う,う,う。私もまあ、発席は、まあ、明日も講座あるけど、うんうん、あと7日あって、そのぐらいからちょぼちぼちお仕事もね、うん、予選以外のお仕事もちょぼちょぼ始まっていく感じになる、ねうんうん。そうです、私も今月2軒、普通に行って、で2月にもう1軒行って、うん、もう一応3級完全になる。 といううん、どうですかもうだいぶ泣き、泣、ね、け飛ばしてくるんですかいや、すごいです。他人ですよ。このお腹の中に自分じゃない人がいるわけですよ。人がね。で、なんかやっぱ匂いに反応してるのか、ご飯を作ってて、うん、まあ出来上がりそうないい匂いがしてくると、ガシガシガシ。 いやいや、まだ食べない、まだ食べないええ、そういう反応するんだ。もうあります、ね自。自分が勝手なタイミングで蹴飛ばしてくんじゃなくて。も,もちろん、あの、勝手なタイミングで動いてて、いろいろ動いてて当たる。当たっちゃうって、蹴飛ばしてくるとか当たっちゃうのかわかんないんですね、うん。でもなんかそういう、なんていうの決まった条件のもとで、なんかちょっと<お>ガシガシって入れてくるっていうのなんだ。なんか食べ物みたいな。あ 面白えな、それは。そうそう、いや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 、あ<ー>もうあの、あと、準備してるだけで、まだ食べませんよ、みたいな。これ、あの、あ<ー>夜ご飯を仕込んでるだけですから。ああ、もう会話が成立してんのね。そうそう、<laughs> 違うよ、違うよ、つって <laughs>。まだまだ、みたいな。食べ <laughs> <laughs> ませんよ。<laughs> そうなんだ。で、あと、本当に、あの、検診の時には、もう、ど根性ガエルみたいにお腹が、そーんって、こう、飛んじゃって。前、いっちゃうの その、だから本当にあの、ど根性がいるですよ。うん。ぐいって。子供だけ前に行っちゃうってことそうです、だから。そう、手が、手、手、手かしかわかんないですけど、お腹が尖がったんですよ。あの、心境師匠の頭みたいな。へぇー、心境師匠の頭見たくて、すごい例えだけどね。なんかわかりますでしょわかる。ちょっと尖がってる。ううん。ああいう風になって、ものすごいびっくりしちゃって、あの、エコーを撮るときにね。うん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 。まん。う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 ん。 えー、今何週になったんだでこれ25ですかね。25かなえ。7ヶ月、8ヶ月です、ね。もう8ヶ月ぐらいえっ、ー、と、25週。あとね、あ、出産予定日まで101日です。百一101、あと3ヶ月ちょいってことうっ,てうっていうふうです、ねあ。あれ、も早くね、4月14日の予定なんですけど、<日>いや、なんかね、私早く出てきちゃうと思うんですよ。 あのもう出たがってる感じするもんね、その、ど、うんどんっていうのは。いちばん2500超えれば、別に通常の赤ちゃんとして、なんかその保育器とかに入れられないであの、正常っていう、ね、うん、問題ない。お母さん、ほら、ずっとまだまだって言ってれば大丈夫。<laughs> そ,うそうそうそう、そう一応言ってます。うん、早く会いたい気持ちは山々だけれども、うんうん、もう早くね、早く会いた、はい気持ちはあるけれども、まだいてくれと。 そうだね。もうちょっとゆっくりしてておくれよというねう。この用水ライフを楽しんでおくれよと、うんだよね。やっぱフルでさ、いてくれた方がちょっと、ねはい、早上がりされる。<laughs> そう早,上早上がり、早上がり、早上がり。ね。ちょっとゆっくりしといてもらった方がきっとほら、あのね、いろいろな面でいいんでしょうから。そう、早上がりはね、困るんですよ。うん、飛び出しみたいな。遅いのも困るからね。だからまあ、ちょうどいいところで。だってやっぱり予定ってあるじゃん。 そう。その、ほら、出産予定日に、2月、あ、4月14日っていうところに向かって、ポ<う>サザさは支度してるわけですよ、いろいろ。そう、一応でもなんか、あの、看護師さんから、あの、うん、入院の準備は一応しといてくださいねってこう言われてます。あ、早めにね。そうそう、やっぱ一月前、一、うん、月前ぐらいでもう出ちゃう人もいるみたいな。うん、あー。ま、なんか早産とかまだ、それも早いよな。これは結構一月前の、割とね、あるみたいですね。あ、うん、す そうあれは川柳師匠がさ川柳師匠が生きてた頃、はい、バスに間に合わないから先にあげてくれっつってどんどんね人をしのけて高座に上がっちゃうのと一緒だよなバスの時間に合わせてねそう,そうだよでもすごい今思えば気持ちはわかりますけどね、うん、もうそれ逃すとすごいあと待たなきゃいけないとかねうん、なんかうちのお母ちゃまがあの弟を出産した時を思い出すななんか<ー>僕はだから小学校 三年生だったから覚えてるんですよね。なんか自分でさ、あこれはもう生まれるかも、なんて言いながら、自分でタクシーに乗って、出かけてった覚えがあるな。うんはいはい、うん、やっぱ二人目になるとすごいですね、やっぱり。うん、落ち着いて。で、うん、そ,でその晩に生まれたもんね、やっぱりね。うんうん、またね、やっぱね、その、あの、うん、最初の、やっぱウイザンとやっぱね、二、うん、人目でもう全然やっぱ計算婦ですけど、全然違う。ね、扱いが違うかね。あとなんかね、隊員も、 二人目の人とか一日早いんですよ。うん。あ、そうなんそうなんです。あ、そうか、入院もするんだもんね。そう,そう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 。やっぱそういう意味でもちゃんとこう予定通り行ってくれた方がいろいろいいですわね。うん、そうそうそう。それでまあいろいろ、こう、あの、タオル、バスタオルがどうとか、うん、あと、えっ、ー、と、使用済み、赤ちゃんが生まれた時は、なんか、常在菌をつけるためなんとかかんとか、あので、で、うん、使用済みのタオル、 を持ってあと、血がつくかもしれないから捨ててもいいタオルで持ってきてくださいとか、いろいろなんか、あ,<ー>あの、否定が使い古しのタオルで子供に抵抗力をつける。そうそう、みたいなあ,<ー>あって、えーで。で、それで、あとは、まあ、ああの、手術の後すぐ着るパジャマ。うん、なんかすぐ出せるように、それはまとめといてくれ。うん、あと、うん、沐浴用の石鹸とか。うんうん いろいろまとめてたいわゆる、あの、何ハンドブックみたいなのあるわけそうそう、病院の。遠足のしおりみたいな。そうそう、しおりみたいなんですけど、あのね、その絵が、昔のあの、カット集からコピー、カット集を切って貼ってコピーしてるみたいな。まさに僕らが、僕らの小学校。そうそう、わらばんしみたいな、すごい古くて、これいつからこれ使ってるんだろうかっていうような。情報が古いんじゃないかって思うね。そしてるみたいな。 で、イラスト、イラストがとにかく古くて、うん、味わいがありますね。そうですか。すごい味わいが、うん、今流行りのの、ネットでいくらでもタダで使えるあの、なんかイラストくんみたいな,なんそうそうそうた。イラスト屋さんじゃないん。イラスト屋さん。うん、そうみたいな、じゃないんですよ。あ,あ、そうなんだ。もうね、手作り感っていうか、なんか、藁んしじゃないのかっていうぐらいの。うんえー、そうそう。で、それに、あの、あの持ち物。 妊婦の心得みたいなのとかいろいろ書いてあって、うん。いいね。そういう心得とか面白そうだそうなのもうすごい面白いですよね。うんうん、あと、あの、各ね、いろんな、その、母子なんとかセンターみたいなところが作ってるような、うん、冊子とか、こう、うん、なんか、いろんなものがあって、うん、もうちゃんと読んでるんですけど、うん、いやー、味わい深いですね。うん、なんか、あの、あれなのお母ちゃん教室みたいなのあんの、うんね、結構な、なんか、 この病院がやってるものと、行政がやってるものとある。うんうん、病院の方はなんかコロナでお休み中になってて、ね。行政の方はね、あれなんですよ、抽選なんですよ、ね。<ー>自分が住んでる区のところに参加するんですけど全員は無理なんだ、じゃん一応ね、22組って書いてや。うん、別に大丈夫だろうと思うんですけどな。なんていうの、ほら、出産っていうことについちゃさ、まあそういうおしおりとかに結構書いてあるんだろうけどさ、うん、なんていうの、お母さんになる っていうことについて、なんかこう、勉強しなきゃいけないことはあるんじゃないのそうそう、結構そ、その、その、その辺はね、かなりま真面目な顔で、あの、うん、あの、まあ何ですかね、保健師さんっていう方ですね、保健師さんっていう方が、こう、話をあの聞いてくれるっていうか、うん なんかほら、マタニティブルーとかの。そうそうそう、そういうのがあります。で、産後うつ。あ、産後うつってのもあんの結構なんかね、あの、大変みたくて、人によってはもうそれで入院しちゃう方っていうのもいらっしゃるか。<ー>そう、ね。そう、なんだ。ね、で、まあ、実際にこの両親学級っていうのは、あの、お父さん側の人も一緒に参加して、こう、目標の仕方を習ったりとか。うんうん。お父さんもって言いながら平日の昼にしかやらないです。 ご都合主義ですな。もうしょうがないんで。でもお父さんお風呂入れるみたいな、そういうのあるよね。そうね。で、なんか、で、夫ちゃんはなんか、ぜひ行きたいって言って、あの、台球を取るああ、いいね。大変もう、ありきっていいじゃん。ありきってます、関心ですよ。やっぱりなんか、人形とかで実際にちょっとやってみないと怖いとか。うん。そうだよな。今日はね、あの、ちょうどその日仕事で、 うん、最後の仕事がその両親学級の日と重なってしまうんで、うん、お父ちゃんだけ行ってきてくださいって言ってなんでいいじゃん私の分までちゃんとベイジェットごいそうそうそうあとねお,お母さんっていうかなんかあうは結構病院で教えてもらえるですか,かあもうそうだよそうだよねやり方とか中尿、うん、のやり方とかは病院でも出産した後にいろいろアドバイスもらえるんです とまあね、うん、あの、お父さん側はやっぱりその、両親学級でしかできないと思って、うん、まあ、うんで、そのね、申し込みが明日のね、1月4日9時からなんですよ。うん、本当にあの、あれですね、チケット取りと同じ感覚で、うん、挑みたいです。じゃあもうそれは何としても。そうそう。<laughs> ゲットし先着じゃないみたいです。抽選って書いてあるて、ね。抽選なのか。うん、まあでもほぼほぼ9割、 で8割方は、あの、まあ、当選するとは言われてますけど、ね。うん、でも、その中ね、1割に入らないともね、うん、外れた1割に入らないとも言えないです、ね。そう。運試しだから、とりあえず、お正月そ。そうなんですよ、うんちょ。そんなことがあって、またね、ちょっと、良心学級とか行ったら、そのね、模様もね、ぜひ<い>。ね、いいんですね。知りたいですね。そうそう。僕は、弟、僕、僕弟をお風呂に対しましたよ。ちょっと。 あのほら、耳の後ろにこう手をさ、親指と中指でさ、こう押さえてさ、水入んないようにしてうそうううそそそれであの、なんかガーゼみたいので、ジャポンジャポンってやりましたよ、私。ええー、すごい。やだやだ。偉いですね。まあ、年離れてる、あのうちあるあるですね、うん、兄弟年離れてる。おむつ替えの上手だったんだから。はい。すごい。いいお兄さんじゃないですか。なるほどね。弟さ、うんもね。 うん、もうあなられてヒゲを生やして。い,いくつだあいつ、もう四十なんじゃった。<laughs> うん、いやー、いい話ですね。えー、今日ね、しずえちゃんの誕生日なんですよ。はい、ああらあら、おめでとうございます。しずえちゃんがね、うん、今日でね、七十ですよ。あら、ついに大、ついに大台。だって、初めてあの、ね、愛さんのね、お母さん会った時ね、うん、お姉さんだってみんな言ったんですから、鬼側で。うんうん そうか、親でね。大見川で。高円寺師の仕事とか。行った時ね。うん、年の差がね、つまらないじゃないですか、親とは。そうそうそう。いつまれたってもね。だから、私は今年50になって。はいはいはい。だから母親70になる。うんうん。そう、大台に、二人とも、同時の年になる。これを繰り返してますな。はい。うん。おめでとうございます。いやいやいや。1月3日前、本当に1月3日なんか、分かんないけどね。 なんか田舎っていい加減だから。そうそう。うちのさ、おじも、はい、あの、元日生まれなんですけど、本当に元日かどうかわかんない、うん。ああ。あの辺の世代は結構いい加減なんで、ね、そう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 。だからあ今日は日が悪いから言うとき、はい、あります。うん、そういうのあるからね。うん。が1月1日の元日っていうか、簡単生まれ、朝生まれたんで。うん、それはもう姉が31日に、あの、うんあ 陣痛が来て。で、ま、あ三十一日生まれるかななんつってたら、もう全然子宮口が開かないから、帝王切開にシフトするっていうことで、もう元日に産みますみたいな、手術しますみたいな感じになって、で、元日の朝に手術して。 大変でしたね。ねそうだからイレギュラーが起こるとやっぱり。そうそう。大変ですからね。できるだけ順調にっていうことで。いやー、でも本当にもうおな、もう元気すぎて、今もですね、お腹をぐいぐい押されてね、あの、おならが出てしまうんではないかと。かなり、うん。頑張って止めてます。うん。あじゃお腹の子がいいねしてんだよ、きっと。<laughs> そう,そう,そういいねボタンを。そう、あの、本当にそういう感じです。うん。いいね、いいね、いいね。 お過ごすって感じで、ほんとにもう、ちょっとね、アルートとかしてんじゃん、きっと。アルティじゃあ本当に、すみません、おならが出そうなんで、これちょっと次回を決めてね。あ、そうだね。おならが出る前に終わらないそうそう、さすがに、ポッドキャストお聞きの方にもね、あの、音声、 リアに入ったあの、オーディオモードがね、そう、今。ここでミュージックモードが、ミュージックモードで <laughs> ノイズキャンセルないからね。<laughs> そうそう。綺麗にね、綺麗に撮られたらね、大変です、ね、<laughs> はい。じゃあ、次、次決めましょうか。はい,はい。いつがいいですかええーとですね、ちょっと12が仕事なのであと11はどうでしょう。うんうん、11いいですよ。はい。じゃあ11、11日水曜日ですね。はい。11日水曜日で。はい。 えー、ぼうたん、ぼうたんさんと皆さんもね、石に刻んで、え来週またね、はい、上に飾りましょうね。いや、今年はだから、ぼたんさんは、はいつったって元気なオフを生むというのが今年の目標ですか、ねはい、やっぱりね、えー。私はもう何、何だかわかんないけど、とにかく、 もうちょっとちゃんと仕事し、ちゃんと仕事しっいとって、ね。あの、あれで景気の方がね、多分回復すると思いますから。うん、はい、うん。皆さん。頑張ろうと思ってます。はい、皆さんも今年もあの、この、話しか二人でさ、何話すを、ぜひ、またごひいきいただけますように、はい、お願いをいたします。大丈夫なら。悩む、ちょっとかなり頑張ってます。ダメ。はい。というかで、出ないうちに終わりましょう。は <laughs> <laughs> い。はい。ありがとうございました。また、おやすみなさい。